プレミアリーグ第31節ベストイレブン。プレミアリーグファンの皆さん、こんばんは。今回はプレミアリーグ第31節全試合フルで見た僕が選ぶ個人的ベストイレブンを発表します。キーパーノッティンガムフォレスト、テイラー・ナバス。チームは負けたけどビッグセーブ連発、めちゃくちゃ存在感があった。右サイドバック、リバプール、トレント・アレクサンダー・アーノルド。攻めるときはボランチの位置に入ってビルドアップ。2アシストもしたし、ミスもほとんどなかった。センターバック、1人目、アストン・ビラ・コンサ。安定感抜群で、好調ビラディフェンスを支えているのは、コンサと言っても過言じゃない。多分。同じくセンターバック、ウォルバーハンプトン、ヒルマン。今回の試合は安定感が半端なかった。相手もブレントフォードだから結構厄介やったけど、最後まで集中して完璧に抑えた。左サイドバック、アストンビラ、アレックス・モレーノ。再三にわたるオーバーラップでチャンスをかなり演出した。トリッピアをかなり苦しめてた。ミッドフィルダー、1人目、アストンビラ、マッキン。普段はボランチで出てるけど、今回は右サイド。ダンバーンをケチョンケチョンにしてた。ミッドフィルダー、2人目、ブライトン、カイセド。毎試合高いパフォーマンス。特にボールダッシュ能力は、完璧級。ミッドフィルダー3人目、クリスタルパレス、エゼ。2得点の活躍。特に2点目のコースを狙ったシュートは、完璧やった。フォワード1人目、アストンビラ、ワトキンス。2ゴール1アシストで、全得点に絡む活躍。スピードもあって、パワーもあって、空中戦もあって、シュートも上手い。特に1点目のアシストの空中戦の体幹エルイから見てほしい。フォワード2人目、ボーマス、ソランケ。2アシスト1ゴールで3ゴール全部に絡む活躍。ボーマス最近調子上げてきているけど、やっぱりソランケの活躍が影響していると思う。フォワード3人目、リバプール、ジョタ。2ゴール1アシストの活躍。2点目のボレーはめちゃくちゃ上手くて、その後のセレブレーションもちょっと面白いから見てほしい。ということで、以上、プレミアリーグ第31節ベストイレブンでした。ご視聴ありがとうございました。